ボルトなどを塗装してみました。昨日サンドブラストかけたボルトなんですけど、今日塗装する前に一回ね、新しいメディアでサンドブラストをさーっとかけて、そんで今こうやって塗装しやすいように針金とか使ってね、ちょっとね宙吊りにしてみました。でこれ針金作るのなんかめんどくさくて結構大変でしたね。でこれ今軍手逆さにしてるんですけど、今からシリコンオフ、これ今持ってるのがシリコンオフなんですね。でこれでまあ脱脂したいんですけど、多分ね手で触らないとね、うまくね拭き取れないだろうと思って、で軍手逆さにして、軍手にもねシリコンオフ染み込ませて、それで掴んでもいいようにしてます。でこれ今ですね、上宙吊りにしてあるんですけど、上がですねこれ単管パイプなんですよ。でこの単管パイプ、前にガレージのね奥の方から手前まで長さ合わせて買ったんですね。でこれスイングっていうんですかね、30度ぐらいまでこう振れるようにねちょっと作ってあるんですよ。でこれ最後の方でね、どんな感じかこう根元の方をね映すんで、もしよかったら最後まで見てください。これあるとねなかなか便利ですね。塗装するときほとんどこれ使ってるし、確かフレーム、エンジン戻すときフレーム支えてたのかな、確かこれ使ったような気がするんですけど、まあ、次ねエンジン積むときはエンジンをある程度の高さで固定して、でこれにねフレームをちょっと吊ろうかなと思ってます。フレーム十何キロなんですよね。でエンジン三十何キロあるんで、フレームの方が軽いんでね、フレームを宙吊りにした方がいいのかなと思って、まあその時ちょっとね考えてなんとかエンジン積み込もうと思います。で今日これはですね、ボルト関係はね、本当は黒いのと銀色っていうかね、ちょっと黄色っぽいのもあったんですけど、もうね色もうボルト関係黒で塗っちゃいました。めんどくさかったんで、で一応写真とか撮ってあったんでね、それ確認しながらやればよかったんですけど、もうね一本一本ね長さとかも微妙だしね、もうどれがどれだか分かんなくなりそうだったんで、もうなんとなくで黒とあと素材のままの色でクリア2色だけ今日はね塗りました。でシルバーはね使わなかったです。もう素材のねそのままの色でいいかなと思って、で結構ボルトとかナットとかでもう削れたりとかもう使えないのとかねもうあったんですけど、とりあえずね色だけは塗っておきました。錆びちゃうとね後で触んのやだし、まあ色塗っとけばね錆びないで数ヶ月持って、次のね車体組み付けの時までね持ってくれると思うんで、で今回ですね一番でっかいのがサイドスタンドなんですね。でこのサイドスタンドね、なんかどう見ても曲がってるような気がするんですね。で私現物っていうかね、ちゃんとしたの見たことないんで、これがね本当の状態なのかちょっとわからないんですけど、まあ、傷もね結構あるんでね、もしあれだったら曲がってるんだったらヤフオクなんかでねなんか安いのがもしあれば取り替えようかななんて思ってます。でこれ密着輪ですね。で密着輪塗るかプラサフねちゃんと塗るか迷ったんですけど、もうめんどくさかったんでプラサフ多分塗っちゃうと厚みが出ちゃうと思うんですね。でそれがあったんでもう密着輪塗って、その上からねもう2液ウレタンの黒かクリア塗りました。本当はねサイドスタンドなんかはちゃんとプラサフ塗ってからでもよかったんですけど、これ1個のためにねプラサフ作業するのもちょっとね面倒だったんで、結構このガン使うと色1回
今こう黒使ってますけど、この後にね、シルバーに変えるっていうね、結構ね、大変なんですよね。ガンの中きれいにしたりとか。なので今回は密着ローンだけでいっちゃいました。今日は結構気温も高くて、風もね、そんなにはなかったんですね。だからすごいね、塗装しやすい状態でした。で、ほんともうね、塗って10分ぐらいもね、すればもう手で触っても大丈夫なぐらいになるんで、冬場に比べたらね、もう全然楽に塗装ができましたね。ただ私ちんたらこういうの塗ってたら、今これ黒い塗料入ってたのにこうかき混ぜる棒があるんですよ、プラスチックの。あれがもうガチガチになっちゃって、ちょっとね、落とすの大変でしたね。シンナーつけたタオルでゴシ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 やって、まあ落ちたんでね、まあ当然硬化するほどの時間は、完全硬化はね、してないんで、まだシンナーで落ちたんでね、良かったですけど。ちょっとね、久々の塗装っていうか、ガンこの間いじくり回しちゃって、ダイヤルぐるぐる回しちゃって、なんかどういう状態だか分かんなかったんでね、ちょっと今何回か練習してましたね。で、これブレーキのマスターシリンダーのこの上のブレーキフルードが入るところのキャップだと思うんですよ、あの黒い四角いやつが。あれ、裏側ね、なんか色塗ってなかったような気するんですけど、もうね、記憶がなくて、今回ね、ちょっと塗らなかったですね。ブレーキフルードにもし当たるんだったら塗ってない方がいいのかなと思って。で、またここもね、微妙なこう、艶消しでもない、艶がバリバリあるね、塗装でもない感じになっちゃってね、中途半端な色になっちゃいましたね、今回。で、今針金で引っ掛けてくるくる回っちゃうんですね。スプレーガンのこうエアの圧でぐるぐる動いちゃって大変なんで、今下側の穴に針金引っ掛けて押さえて、ちょっとね、下に引っ張りながら塗装してます。で、結構こういうのがあって、なんだかんだこう下側で押さえてました。で、今回失敗したのが、スプリング塗るのに柔軟剤入れたんですね。で、まあそれは良かったんですけど、よく考えたらベルトを留めるね、リングっていうか輪っかの部分、あれもね、結構こう動くんで、あれも柔軟性持たせないとダメだったなと思って、私今回これ普通のね、塗料で塗っちゃったんですね。で、バネの方はちゃんと柔軟剤入れた塗料で塗ろうと思ってて、別個でこう吊るしてあるんですよ。ただバンドだけはね、一緒に何も考えないでしちゃったんで、こうやって今塗っちゃってるんですけど、これ多分後でね、パリパリ塗装いくような気するんですね。まあ、そしたらまたね、塗装として柔軟剤入った塗料で塗らないとダメかなと思います。これもね、もともと黒だったかシルバーだったかね、ちょっと分かんなくなったんですね。で、真ん中ぐらいに写ってる一番下の輪っかなんですけど、あれはね、確か黒だったような気するんですよ。ただこの一番左の今塗ってるところのね、一番下、これはね、シルバーだったか黒だったか、ちょっと分かんなくなってましたね。まあ、写真見ればね、載ってるんですけど、調べることはできるんですけど、もう塗っちゃったんでね、黒で、もしこのまま塗装が剥がれないんだったら黒でいきます。で、多分黒とシルバーのボルトってそんなに間違えてもね、実写につけた時気にならないような気はするんですけど、もしかしたら場所によってはね、すごい変に見えるかもしれないですよね。まあ周りがね、全部シルバーなのにボルト1個だけこう黒だったりしたら、変な
変かもしれないですけど、まあ、その時はね、その時考えようかなと思います。で、これでまあ、ざっくり全部塗って、で、今映ってた輪っかのやつは、あれ、2段になったやつ、あそこはクリアだけです。他はもう黒で塗ってみました。ちょっと光の加減でおかしいんですけど、スプリング、あれはちゃんと柔軟性持たせた塗料で塗ってみました。で、今これですね、さっき言ってた単管パイプ、今まだ手前の方に出てるんですよ。で、このあとね、奥の方にこう閉まった状態になるして、上の方を映しています。奥の方を映しています。で、こうすると壁側にね、ぴったり寄るんですよ、棒が。で、この間までここにタンク吊るしたまま、もう1ヶ月ぐらいありましたね。で、奥の方にある金具、あれホームセンターで売ってて、あれかませると動くんですよね。結構動くんで、で、私の場合は棚の上に乗ってるから30度ぐらいまでしか動かないですけど、やりようによってはね、もう結構動くんで便利だと思います。で、その動画も下の概要欄の方にリンク貼っときますので、もしよかったら見てください。どうも見ていただいてありがとうございました。